おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。めちゃくちゃシンプルなお題だったね。あ、飯尾さん、じゃあ、おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。種。バカやな。でもちょっと素敵。さあ、RG さん、はい、おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。都市配れんの。都市を配る。クッキーさん、おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。おしゃれなのがいいですから。あ、確かに。あのペナヒデのハットね。どこがおしゃれやねん。ほら。RG さん、おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。ヒデさんが乗ってるちょっとちっちゃめのハマ。何をするんだろう。ちっちゃめのハマ。かっこいい。ちょっと小さめのハマ乗ってるんですか。知らんかった。でかい方がいいのにハマは。はい、クッキーさん、おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。やっぱおしゃれがいいと思うんで、はいはいはい、あのペナヒデの足見さんが。サッカーやってたから。サッカーすごいサッカーやってるから。すぐ巻いちゃうから。そう、ワッキーさんだけじゃないですから。ザコシさん行きましょう。おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。ペナヒデのプン。プン。ポンポンポンって書いてるんですか。ポンだ。はい、飯尾さん、おバカ社長がボーナスの代わりに配ったご褒美とは。ヘナヒデ君の一船時代のシュート話。音声